ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん、優勝争いの行方ということで、うん、今度、パ・リーグからですか？ちょっとパ・リーグからね、今日はちょっとやりたいと思うけども。はい。はい、10月3日時点での順位表がこちらです。まあ、先週まで、ロッテが1位で、オリックス2位だったんだけど、まあ、直接対決で3連勝し、ロッテが連敗したよね。だからそういう意味で 1.5 ゲーム差をあっという間につけたというね。で、他はそんなに変わらないんだけど、楽天もちょっと頑張ってたんだけど、でもゲーム差ちょっと開くと、でソフトバンクはあの5割に戻し、勢いが出てきたんだけども、またやられたというね、オリックスに、まあ、そういう対戦があったんだけども、まあオリックス非常にいいね、何がいいかっていうとさ、やっぱ宮城が勝つ、山本が勝つ、非常にやっぱ安定した投球をしてくれてるから、やっぱ強いなっていう、その2人が投げるとね、そういう感じがした、でその中でオリックスのちょっとプレーなんだけど、ちょっと振り返ってみたいのは、あ、じゃあ先にホワイトボードの優勝争い来次節の行く前に、次節の行く前に、土曜日に起きたプレーをね、ちょっと振り返ってみたいと思うんだけども、これはオリックスの試合の、オリックスの試合ね、はい、でオリックス足立の1点の重みを感じさせるプレーということで、7回の、ノーアウト、栗原がショート内野安打で出た後のね、プレーなんだけど、7回表ノーアウトですね。ノーアウト、バッター柳田、はい、この時オリックスとソフトバンク6対0でオリックスが6点リード。そうそうそう、で守備体系とすれば足立がね非常に深い位置にいたのよ、やっぱヒット打たれないがために、ね、でまあランナー栗原がいるという、まあそこそこ足が速い選手なんだけど、それが初めてのランナーを出したんだよね、山本が。それまでノーヒットノーランやってたのよ、でこういう守備体系、足立が深い位置にいて、で柳田がセカンドゴロを打つ、ちょっと右に振られたんだよねボール、そしたらね普通ね6対0で考えたら一塁に投げて一つを確実にアウトを取りに行くのよ、6対0という点差を考えたら。そうですね、だけど足立はちょっとロングスローになるんだけども、先の塁を殺しに行ったんだよね、正確に。それも慌てることなく、これねどういう意味が隠されてるかというと、山本って三冠レースに加わってんだよね、今トップなんだよね、投手部門の、それとやっぱ野球って例えばファーストに投げてランナーセカンドに残る、で次デスパイネだよ、デスパイネってすごく当たってきてるんだよね、そこでヒットを打たれるとやっぱ流れって変わってくるんだよね。1点を失うということで、今までね、ノーヒットノーランしてたぐらい調子が良かったピッチャーのリズムが崩れたりだとかする可能性があるわけだよ、でもこれ本当何気ない当たり前のプレーと思うかもわかんないけど、この点差を考えて右に振られるとやっぱどうしてもファーストに投げたくなるんだよね、近いところに。近くなるし、だけどこっちを殺していった、で次のディスパイネをゲッツーで取って、結局3人でその回を終わらせてんだよね。やっぱねオリックスの強さってやっぱ打つだけだとかいろいろあるけども、やっぱ一点の重みをすごく最近感じてるんだよね、だからそういう意味では本当にねファインプレーでも何でもないように見えるけど、これをねやっぱり一点の重みを感じさせるプレーで、いや素晴らしいプレーだなと思って、ちょっと紹介しました。じゃあこの試合にとってこう特にファインプレーで取り上げられるわけではなかったですが、なかったけど俺は見てて、ああすごいいいプレーしたなって、足立なんか成長したなとかさ、そういうのを感じさせてくれた。チーム全体がやっぱそういう緊張感で野球やってるなっていうようなね、そんな感じがした。なるほど、その辺がやっぱ首位に返り咲いたポイントでしょうか。ポイントもあるよね、一つにはね。そして優勝の行方のパ・リーグ、ね、次節オリックス対日本ハムなんだけど、その試合6対0で勝ってた試合で、まあ、先ほどね足立がいいプレーしたという、吉田正尚がデッドボールで骨折して登録抹消になっちゃったんだよね。そうでしたね。でまだ戻ってきて1週間の出来事ですよね。でね、みんなも記憶に新しいと思うけども、吉田正尚がいなくなってすごく落ち込んだんだよね、でも今日の試合を見ると勝ったんだよ、で杉本がホームランを打ったりだとかしてね、でね
オリックスは吉田の抜けた穴をじゃあどうするかっていうね、もう免疫ができてる、今日の戦いを見るとね、はい、だからまあ確かに大きな戦力を失うよ、失うけど、もうオリックスのメンバーはもうそういう戦い方を心得てる、だから俺はそんなに心配はないと思ってる。なるほど、うん、だから日本ハムに対して7勝9敗、うん、と負け越してるね、はい、でも一つ一つ勝ち越してきてるんだよね、そうここんとこですよね、西武以外には負け越していたという、そう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 ことでしたもんね、うん、だけどソフトバンクとロッテには勝ち越してきたんだよね、はい、で残すは日本ハムと楽天しか残ってないんだよ、はいはい、なるほど、 でも7球だから3連勝すればひっくり返るということだよね、数字が、はい、だから3連勝を目指して全チームに勝ち越したらオリックスが多分優勝すると思う、だから頑張らないと、吉田がいなくても、はい、そういう戦い方になると思う、うん、だからモチベーションさらに上がってると思うし、ね、はい、で西浦という選手 の気持ちを汲んでね、はい、優勝してくださいみたいな、うん、ね、そういう気持ちで一致団結してると思うし、うん、はい、だからモチベーションは全然こう吉田がいなくても落ちてないと思うしね、うん、はい、頑張ってほしいと思うね、はいはい、で2位のロッテ、はい、ね、西武との対戦です、はい、やっぱ西武とはちょっと分が悪いんだよね、うん、で西武の中でホームラン警戒、はい、俺山川が結構ホームランが出だしてきてるんだよね、なるほど、でロッテとしたら今打てない、それだけに点を上げない、そうですね、うん、それが一番なんだよね、うんうん、だからホームラン警戒ということと、はい、ちょっとねやっぱ首位を明け渡してる、チームの状態が悪い、マーティンがいない、うん、ちょっと落ち着きがないんだよね、ちょっとバタバタ感があるんだよね、はい、だからみんなもうやることは分かってると思うし、はい、やらなきゃいけないことも分かってると思うんだよ、うん、だからここはやっぱり一旦気持ちが浮ついてるところを気を下げるという、気持ちをグッと腹の下の方に力を入れて頑張ってほしいということだよね、はい、でやっぱりその条件には先発ピッチャーが1イニングでも長く投げなきゃいけない、うん、まあ小島がね完封したように、はい、1イニングでも長く投げてほしい、これはなぜかというと少し中継ぎ陣、はい、抑えに疲労も来てる、うん、だからそれをみんなで助けるために1イニングでも長く投げたい、はい、まあ、そういうことがちょっと西武戦では鍵になるかなっていうことが言えます、はい、はい、次は楽天対ソフトバンク、はい、もう五分の戦い方だね、はい、で楽天の最近の戦い方を見るとさ、うん、まあ副兵も頑張ってるんですごく、うん、中軸、まあ、例えば浅村、はい、島内、うん、岡島だとか茂木だとか、うん、そこら辺はこう頑張ってるんだよ、はい、でもそこが機能しない時に副兵が辰巳だとか、うん、そういう人間がホームラン打ったりとかして頑張ってる、で全員野球っていうのは最近の戦い方を見ると島内が送りバントしたりだとかさ、うん、もうスクランブル状態で戦ってきてるんだよね、はい、だからいい野球になってんだよ、うんうん、だからもうソフトバンクにもう印籠を渡す、もう君たち A クラスは無理ですよみたいな、そうですね、もう上を見て下を見てっていうところで楽天も大変ですよね、うん、そうそう、いやだからもう印籠を渡すじゃんみたいな、もう下は突き放す、そうそう、だけどまあソフトバンクはね、うん、これはやっぱこう宮城と山本にしっかり投げられたら、はい、バッティングは狂うよ、うん、でおそらく楽天の頭は楽天は則本で来るかなっていう風な予想が立つしね、うん、で則本も今年調子いいからもうソフトバンク打つの大変だと思うけど、うん、もうソフトバンク側からすると A クラスに入るもう最終の望みみたいなもんだよ、最後のチャンスみたいな、最後のチャンスみたいなもんだよね、もうそういったところまで来てますね、うん、だから激しい戦いがね、まあおそらく展開されると思うけどもね、そうなってくると、まあ、ソフトバンクは目の色を変えてくる、もちろん変えないとところで、うん、じゃあ初戦は結構鍵になってきますか、まあ、初戦は鍵だね、うん、いや、やっぱり初戦取るとさすごく楽天は楽になるもん、うん、だからこの戦い方は3連敗しなければいいというふうな考え方で楽天の方がいいと思うんだよ、はい、でソフトバンクの方はもう3連勝しかない、もうこれが最後のチャンスだっていうぐらいのつもりでやってくると思うからね、はい、だから激しい戦いになると思います、はい、はい、ということでパ・リーグでした、はい、はい、じゃあ続いてセ・リーグお願いします、はい、セ・リーグ、はい、こちらがセリーグの順位表です、はい、順位は変わらないですか、うん、変わらない、変わらないけども巨人が4から 4.5 に
ちょっと広がっちゃったというね、はい、で3連勝した広島に、うん、で阪神は中日に3連勝した、うん、巨人は2勝したけど1つの引き分けがあった、もうそのことによって 0.5 ゲーム差開いちゃったという、うん、だからなかなかねこう同じようなリズムで戦ってんだよね、うん、ヤクルトが3連勝したら阪神も3連勝する、で阪神巨人が3連敗したらヤクルトも1勝しかできないとか、うん、なんか非常にこうリズムが似てるというか、まあ、そういう戦い方になってるよね、はい、でもヤクルトはなんていうのかな、こう追いつかれたりだとかしたけども、うん、やっぱこう粘り勝つね、うん、今、まあ、やっぱりチームの状態が引き続きいいっていうことですかね、阪神はマルテ様々だね、うん、で巨人は少しバッティングが戻ってきつつあるかなっていう、はい、まあ、感じがします、はい、はい、というところで次のポイントです、ポイントね、はい、はい、でヤクルト対巨人、はい、でヤクルトは優勝への足固め、はい、この巨人が終わった次は阪神戦が待っている、はい、対戦成績を見ると6勝10敗で阪神に対しては6勝11敗なんと両チームに負け越してるんですね、結構負け越してるんだよね、ただヤクルトの素晴らしいところは下位のチームに取りこぼしをしないんだよ、うん、でちゃんとしっかり勝ってくるということ、うんうん、だからここら辺を五分でいけばいいということと、はい、うん、もう仮に6連勝でもすればもうこれだよ、そうですね、うん、もうここで一気に引き上げなすっていう、一気にいけるということだよ、さっき言っていた、うん、みんなの足並みが揃っているところが、うん、ガラッと変わってくるというところですね、そうそう、ただし塩見が怪我した、そうですね、で1番バッターを失うことになる、まあ、候補としたら山崎幸太郎という選手がいるけども、うん、その選手をこう使うのか、まあ、他にこう打順を入れ替えたりするのか、うん、まあ、分からないけどね、分からないけどもちょっと塩見がいないっていうのが、なんていうの、塩見のさ雰囲気いいんだよ ね、 ね、1番バッターとしての、ね、なんかそのチームの状態がいいだけに、うん、こう雰囲気が変わるとまたちょっとチーム状態に影響もしてくるのかなって、そうなんだよ、うん、でヤクルトの強みってさ、はい、故障者だとか調子が悪くてもすぐ戻ってきたりだとかさ、怪我人もいないし、なんか調子の悪さも人が消してくれるぐらい他の人が調子が良かったりしてたのが、はい、なんかここに来て塩見が抜けるっていうのがすごく不安材料ではあるけども、はい、今のヤクルトのそのチームの雰囲気、勢い、それにみんな乗っかって野球をやってるよね、うんうん、ピッチャー陣も含めて、はい、だから非常にいい野球ができてるだけに塩見の穴は埋まってくるっていうふうには思ってるけどね、うん、はい、で巨人の方は、はい、もう背水の陣、はい、ね、まあ、ヤクルトに勝ち越されたら、うん、もうほぼ優勝はない、俺はそう思ってる、はい、うん、もう最後のチャンスだよ、まあ、対戦は残ってるけどね、うん、上位との、はい、上位との対戦は残ってるけども、ここで負け越すようなことがあれば巨人は多分優勝はない、うんうん、だからもう敗戦の陣だよね、はい、うん、で、はい、次 DeNA 対阪神、はい、で狭い球場の打線復活、はい、阪神はね、うん、横浜スタジアムが大好きなのよ、なるほど、うん、それなぜかというと、はい、なんかね昔から甲子園だとかさ広い球場でやってるとやっぱり力んじゃうって言うんだよね、バッターが。でも狭い球場だと、はい、力まなくても入るから結構バッティングを状態を上げる選手が多いのよ。で阪神の今の状態って中日には勝ったけどマルテ一人が打ったっていう印象なの。でマルテの前に 1,2 番の近本中野とかそういう人間が出てて、はい、でマルテが返して、うん、ホームランを打って3試合連発してるからね、はい、打って勝ったというマルテしかいないわけ、うん、逆に言えば DeNA の方が簡単だよね、マルテさえマークしておけばいいって、今はね、はい、それじゃあやっぱ阪神としたらマルテをマークされたら今厳しいから、うん、で大山とか横浜スタジアムとか大好きだと思うんだよね、うん、だからここをきっかけにやっぱ打線の復活、ピッチャーはよく頑張ってると思うしね、はい、うん、打線の復活なくして優勝はないから、はい、だからやっぱこうきっかけをつかみたいカードになるかな、はい、うん、ということはもうこの球場が変わることで復活の鍵になればいいっていうことですか、もちろんそうだね、うん、だからまあそういうきっかけをね、はい、つかまないとやっぱ阪神はマルテだけじゃやっぱこう苦しくなっていくよって、うんうんうん、それとやっぱり佐藤だよね、はい、狭い球場で
もう佐藤が当てたらホームラン行くんじゃないかって、佐藤が打ち出したら必ず勢いが出てくるから打線に、うん、だから佐藤を使うか使わないかのポイントもあるよね。みんなが待ち望んでいる一本ですね。そうだね、だから昨日も使ったんだけどさ、やっぱ結局ノーヒット、うん、まあ使い続けてたらどっかで出てくるよ。出た時にはなんか俺はね、咳を切ったように打ってくると思うんだよね、うん、だからもう我慢をする佐藤、はい、もう使うんだったら使う、もう擦ってもスタジアムだったら入る可能性もあるしね、うん、だからそういう意味では打線の復活、はい、もうこれしかないというね。もうここで復活しておかないと、この後はまたヤクルトとの対戦が待ってますから。そうそうそう、待ってるしね、やっぱこう厳しい戦いになってくるし、うん、ヤクルトのピッチャーの状態って非常に上がってるしね、はい、良くなってるしね、うん、だからここでやっぱ打線の状態を上げといてヤクルト戦にぶつかりたいよね、うん、なるほど、うん、はい、その調子をつけるのにいい球場だということね、はい、でも DeNA の方も黙ってないの多分。そうですよね、うん、大貫とか、はい、やっぱ状態のいいピッチャーがおそらく投げてくるし、ね、うん、だからそう簡単ではないと思うけども、まあ何かのきっかけをつけみたいカードではあるよね、うん、はい、はい、まあここのとこね、うん、ちょこちょこやっぱこういっぱいいっぱいで戦ってると思うんだよ、うん、疲労もピークに来てると思うんだよね、うん、選手はね、だからそれによっての怪我だとか、うん、まあ、主力で言えば吉田正尚、うん、マーティンだとか、はい、まあ、塩見がちょっと怪我しちゃったよね、はい、で他のチームもちょこちょこ怪我を隠してやってる選手たちもいると思うけど、はい、だからもう最後までもう少しだから頑張ってほしいと思います。はい、はい、